政子内親王内親王、天略4年長方元年12月1日は、平安時代中期の皇族。須作天皇第一王女で、母は、女王広子女王。霊勢天皇の中宮のとなる。岩倉両党天皇上位後の天略4年に誕生、同年8月10日内親王宣言を受ける。母広子女王は、生後感もなく皇居。 父の上皇も一人娘、政子内親王の行く末を案じつつ、同六年に三十歳で崩御する。幼くして、両親を亡くした政子内親王は、おじ村上天皇から手厚い護を受け、大和元年十二月に、宮中昭華殿で初公害を行い、新筆により三品に除された。王和三年二月、十四歳で、皇太子、範平親王に受大し、 後方四年新王即位に伴い中宮のに、削立された。しかし天皇は、在位わずか二年で上位。その後、政子内新王は天独四年七月皇太后、寛内二年七月、太子皇太后に転じた。長保元年十二月一日、立花の道貞の三条宅で、病のため放御。冷静天皇には、気候があったこと、また自身に、 有力な貢献人を書いたことなどから、政子内親王新郎は、石家出身の女王子たちに遠慮して、ほとんどを理定で過ごしたが、死失、祝誠で公費の徳ありと言われた。また仏教に帰還することはつく、栄冠3年2月に、北岩倉山大雲寺に、観音院を創建したことから、観音院大号とも呼ばれた。子女はなく、村上天皇の第八王子永兵新郎を養子とした。 政子内親王の御所には、越中森平穂子女とその娘の泉式部が、仕えており、また晩年には、家人で、紫式部の叔父にあたる藤原ためよりが、太交代合偶大臣を務めている。政子内親王の和歌も、新古今和歌集他の直線集に日集している。長保元年暮れに、立花の道定の三上亭で、病のため崩御、去年五十。 遺言に従って産業は気づかれず、観音院に土葬された。原料は、京都府京都市佐京区岩倉あぐら町の観音院跡にある岩倉漁で、明治17年に事情された。ABCDEFGHIJ、ま子内親王使用しない親王。デジタル版日本人、明大辞典プラス、朝日日本歴史人物辞典。ことバンク。 2016年11月27日閲覧。ありがとうございます。